はい、私はハンマー家を作った、ハンマー家の本家、総理大臣よりか偉い日本の創業者です。今回はね、FX の自動売買のテストをしております。ちょっとバックアップテストをしてみますね。この自動売買は誰でも使えるやつですね。各自設定さえすれば使える、自動売買となっています。今設定値をね、ストラジーテスターで分析させて、良いのをちょっと見てます。それでですね、まあ、ここは上昇してきてるんですけども、まあ、実際はね、これだけバックテストしたデータが作られてまして、これをピックアップしてみます。で、スプレッドを30プラスしてるんですね。で、60で分析させてます。シビアにした方が安全ということですね。極地の現在地のスプレッドだと、ちょっと問題が出ます、ズレが出ますからね。で、全スタティックで見てみます。全体は違うんですね。全スタティックは完全化のストラジテスターで分析しなくて単純化でやってます。それで今出してるこれですね、どんどん上がって、3年間のユーロ USD のね、ストラジテスターでお見せさせていただきます。右上がりでね、このように予想して、3年間でね、増やしてくるわけなんですけどね。スタートは100ドルで始めて、100ドルの資金から。まあ、実際はドローダウンね、の分だけでするといい。することが大事ですね。私はね、ハンマー家は、私が作った日本の国籍のね、ハンマー家は、歴史は800年ぐらいしかない。しかしね、本間家から分裂してる。また本間家の本家とも言ってる。本間家から分裂して追い出されたんですね。力が弱かった。本間家から。それで半間家って作って800年と。ですから、古いわけですね。3000年以上あるわけですよ。で、日本に本家として生存してる、みんな売れちゃってましたね。代表でもあれダメですよ。総理大臣流はね、大統領流はね、その子孫を作った生みの親だよということですね。まあ、子孫だよということ。徳川家とか今全部途中で名前作って入ってきてる、大統領みたいな、誰でもパッと出て力が強かった人気があるとなれるのと違うわけですね。で、子供を育てた親ですね、それが私の日本の
日本の創業者です。それでこういう今誰でも使えるインジケーターね、使って出してるんですけども、実際はスピードは30で動かすよね。だけども30もスプレッドをプラスして分析して今もそれで見てるんですね。実際はやっぱりずれますからね。必ずスプレッドを30スプレッドぐらいプラスにしないと危なくなっちゃう。すぐズドーンと落ちると思う。それでこのリストにあるようにね、このところの採点 2.x、今 2.00 ってあるんですけど、これでね、一番いい数値を、やっぱ最大ドローダウンと、利益を割った数値になるわけですね。で最近これが表示されるように、ここは前もって使ってたんです。で、上の方もっといいのがあるんですけど、上の方はね、利益もっといいんですけど、4とかいうのもあるんですね。まあ、ちょっと戻せ。またこの下も見たいんで。完全な分析では落っこっちゃってました。ですから、これがね、最後までいかないわけですね。残りどのぐらいだ、今半分ぐらいですね。今半分ぐらいまで来てますけど、このように分析されているんですね。で、これでもね、だいたい負けちゃうんですよ。3年間も続かないんで、取っちゃうんです。普通の自動売買みんなそうなんです。ですので、1ヶ月に1回、ストラディテスターで最適化させてね、調整し直していくっていうのがあるんですね。こんな具合ですね。これもちょっといいんじゃないか、いいなということで、紹介でね。僕は撮ってますけども。で、僕はね、地位が高いんだよっていうことをちょっと発表してるんですね。総理大臣よりか偉い日本の創業者なんだよ。天皇よりか偉い日本の創業者なんだよ。これね、今まで言ってんだけど、聞かなかったんだよね、ほとんどの人が。若い時は僕の話聞かないんだよ。脅してばっかりだ。住民全員って書いてある。で、最近力ついてきたんで、本当のことをね、日本の創業者だよっていうことを書いてます。で、まださらにあるんですけど、これは僕の方の希望なんだけども、僕、半負けの本家とは別に遺伝があるんで、これはね、私がね、この宇宙を作った生物から生まれてきた人間との母に生まれた。で、そんな関係で地球を育てて作ったのが僕だよと。宇宙を育てて作ったのも僕の生物だよと教えて、で中でね、あれ持ちの油田国は僕が作ったの、ドバイとかね。で、日本の創業者っていうのはもう簡単なんで教えられますけどね。これはちゃんと聞く人は全部わかりますからね。
日本の創業者で。その大昔のことは記録に残ってないわけですね。日本の創業者の記録はもうたくさん残ってるわけです。本家なもん。子供がいるわけです。で、その中で僕は政府からお金もらってるわけじゃないから、ね、民営なんですよ。ですから、こう、投資でね、稼ぐ仕事をしてる。ね。ちょっと今ね、レバーをね、ちょっと、焼いてたやつ、冷凍に入れたんだけど、ちょっと、おじやんに使おうと思って、今、圧力鍋で煮立てまして、一回焼いたやつ、おじやんにして食べようかと思って、だから米入れてね、焼いて、今煮てるんです。1回目の圧力のやつ、一回水、お湯、バスってね、1回目が煮込みですね。それをやりながら、この自動売買のケースと、私は総理大臣に入れた偉い日本の創業者だよ。天皇より偉いもっと上の日本の創業者だよということね。これはね、記録はあるんで、証拠はあるんで、簡単に説明できますけど。この宇宙を作った生物と人間から生まれてきたハーフで生まれてるっていうのはまた、これは難しいんで、証拠が残ってないわ。これはちょっと別個にしていて、最低の私の身分は、天皇や総理大臣よりかもっと上偉い日本の創業者ですよっていう。最近力がついてきたんで、発表も裏でしてって、やっと世界中に広まってきたので、安心してきたところですね。今までそんなこと言ったら殺されました。書いてて。お前何言ってんだ。言われてね、殺されるんですね。若い時力弱かったんで。それで少しずつ、本当のことを世界中に伝えてね、自分一人だけでね、手助け、なんか誰もいませんから。で、膨大な量をね、ばらまいて、で、手紙から外国に出してって、やっと切り開けてきた。私は日本の創業者って本物をね、総理大臣とか天皇陛下もっと偉い。ね、上であるよって、日本の創業者ですよって。という具合なんですね。皆様方に伝えて本当のことを言うのに、こんなに価値は65歳ですから。ね、65歳過ぎちゃった。先月になったばっかしですけど、もう11月になっちゃう。先月65歳だ。今月越しちゃいましたね、もうね。65歳になっちゃった。
なって、次の旅ですね。そんなわけで。まあ、この使ってる自動バイブはここに記載してあります、ね。これはダウンロードして使えます。MK5 もはあるかどうかはする。もうすぐあるね。もうすぐ最後までズドーンと落ちないでレースに置く。何年か行ってますね。100ドルから今800ドルぐらいになりかけて、はい、終わりました。で、データはこういう具合です ね、 利益は710ドル取れて、最大ドローダウンが612ドルになった、ね、ではね、これをね、簡単化で見て、これで見たときどうなるんでしょうかってね。スタート、こういう場合ですね。取引はこの間にスタート、ね、こんな具合にいってるわけですね。今月連休は3日ですか。楽しみですね。いろいろね、あるんで、500ぐらいは、300ぐらいかな ?300 ぐらいは家がある、あるんで、調べてみようかな。こう、きついと仕方ですね。だからこの3年間やっても負ける方が多いんで、こういうしっかりしたテストやっても、だからちょっとギャンブル的な感じでですね、やる投資の方法ですね。
いろいろね、自動売買紹介してます。このバックテストがね、うまく出たものだったんですね。ね、こういう具合でね、出ましたね。こういう具合ですね。出たんですからね。まあいいんじゃないかな。ね。こういう具合でね。以上ですね。自動売買のバックテストをした成績のね、紹介でした。いろいろ紹介してます。うまく出たの公開してますので、どうもありがとうございました。僕が作ったのではないです。ありがとうございました。